ご覧くれ夏の霧の空を白い翼つらめて鶴の群れが流れてゆく静かに舞いながら遥かな夜を飛び越えて羽ばたく白い呼びかける問いかける私に戦争の虚しさと生きることの尊さを私たちには夢があった。小さな部屋の暖炉の前で幼い子供たちの笑い声が弾んでいる。そんなささやかな夢だった。あれからもどれくらい経っただろうか。戦場からの便りはない。今日もまた鶴の群れが渡っていく。戦死した兵士の魂が鶴の姿になっていくのだという。もしかしてあの中に彼が鶴の胸が乱れて、なぜかあそこだけが空いている。まるで私を待つかのように鶴が私に呼びかける。父よ、母よ、妻よ、子供たちよ、愛し合った恋人よ、私たちは悲しく帰る別れの時を。